イオン、赤羽北本通り店は、東京都北区神谷三丁目にある、イオンリテール株式会社が運営する、大型商業施設である。大英時代の店番号は0577、ネットスーパー取扱店舗、旧大英赤羽北本通り店。口述のように、建て替えのために2020年5月31日をもって一時、閉店し、休業中である。利権コランダム。 王子工場の跡地に同社が建設した利権神やビルを1982年3月に大英が借りて忠実屋として開業したのが始まりである。その後、忠実屋のディスカウント業態であるディスパになり、忠実屋の大英吸収合併に伴いディーマートに転換したがディーマートのブランド廃止に伴い大英に転換された店舗である。2016年3月1日に、 同店の運営が株式会社大栄から、イオンリテール株式会社に承継された。同年3月3日まで大栄で営業し、改装休業を経て、同年3月6日より、イオン、赤羽北元通り店となった。2020年1月22日に、建物、敷地を所有する、リケンコランダムは、イオンリテールストア株式会社との建物賃、貸借契約を、 同年6月末で解約することを発表した。また4月には運営するイオンリテール株式会社からも5月31日をもって一時休業することが発表された。なお利権コラムダムによる建物取り壊し後の2021年7月にイオンリテール株式会社との間で定期借地権契約を結び、同社が新たに建物を建設する予定であるとされた。 2021年6月には取り壊しが完了し、さらちのままの状態が続いたが、8月10日付で敷地面積8624.67平方メートル50年間の事業用定期借地権設定契約を締結したことが発表された。出店全店舗一覧は公式サイト、フロアガイドを参照。 2012年4月17日より、ネットスーパーの取扱いを開始した。都営バス、O57 豊島5丁目団地行き、北車庫入口、北車庫前で下車、同系統赤羽駅東口行き、北車庫前で下車、O40、北車庫行き北車庫前で下車。ありがとうございます。